続きまして、今泉文彦、石岡市長より、式辞を申し上げます。 本日、ここに、石岡市合併10周年記念式典を挙行するにあたり、講師ともご対応のところ、茨城県知事をはじめ、国会議員の皆様、県議会議員の皆様、県内市町村長の皆様、県内市町村議長の皆様をはじめとするご来賓の皆様、並びに、 歴代市長の歴代市長をはじめ多くの市民の皆様にご臨席を賜り、心から感謝申し上げます。まず冒頭に過日の大雨により被害を受けられた上総市をはじめとする多くの皆様に心からお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い復旧復興をお祈り申し上げます。 さて、石岡市は平成17年10月1日の合併を経て旧石岡市と旧八里町とが一つとなりました筑波山から霞ヶ浦まで小伊勢川で結ばれた豊かな自然と多様な地域主権がありまさに可能性の方向でありました 1300年の歴史の里石岡と里山の風景を残す八里この個性の異なる2つの地域がいかに融合して調和の取れた石岡市になるかこの10年はその一体化に向けた道のりでもありました幸いなことに大勢の市民と関係者行政と議会は 着実にその方向へ向かい合併10年にして明確な成果が生まれてきています中町通りに存在する看板建築はここ数年で注目されてきた歴史的建造物ですが今や石岡市の代名詞にもなっていますまた里山景観という四文字についても 朝日トンネルを抜けて八郷盆地に入るとそこに広がるふるさとの景色に郷愁を感じ多くの人が訪れるようになりましたふるさと納税これがこの2年間好調であります昨年度は2億円を超え茨城県内では第1位でさらに今年はそれを上回る勢いで 関東一にランクインしております四季を通じて収穫される果物や豊富な農作物良質な水によって育まれた日本酒など石岡市の豊かな風土が生み出す産物が全国に届けられていますこれこそが町の融合が進んだ証ではないでしょうか この背景にはそれぞれの産物を地道に作ってきた市民の長年の努力があります地域の伝統や文化を大切にしてきた市民のふるさとへの誇りがありますこうして輝かしい合併10周年を迎えることができたのもそのような市民の皆様と多くの関係者の方々のご尽力によるものであります 私はまずそのことに対して心から感謝を申し上げたいと思います新しい10年に向けて大切にしなければならない言葉がありますそれは連携の二文字でありますこれからは隣接する6つの市とさらに広いエリアの連携 あるいは本日おいでの成沢区長の文京区や多賀城市に代表される交流都市との友好や提携県や国との機関との新たなネットワーク構築などが求められています防災を例にとればさらなる広域化や他機関との結びつきが近年重視されています この分野においてもこれまでにない相互補完や多様なネットワークが構築されてその必要性が高まっています観光や教育福祉や医療環境問題などどれをとっても市民生活の課題は広域化していますまもなく小中学生を対象としたふるさと学習のテキストが 先生たちの編集によって完成するところです。この内容は府中塾と山根塾という市民団体が2年がかりで収集したもので来年春からは小学校1年生から中学3年生までを対象に本格的なふるさと学習が始まります。子どもたちが自分のふるさとを胸を張って語り しっかりと石岡の未来を担う日はそう遠くありません今年は地方創生元年と言われています市民が地域に誇りを持つことができるふるさとづくりそのことを自らのこととして汗を流す共同のまちづくりこれこそが地方創生の原点であります地域を愛し熟知する者同士が 手を結ぶことによって本当の連携が生まれまれす今日からの新しい10年はそのような前向きな市民の意識が結集しふるさと再生に向けて大きく羽ばたいていくことを期待するものです本日の式典においてこの後市民憲章が発表されふるさと大使やマスコットキャラクター市民の歌が披露されます これらはいずれも若い人たちが関わってまいりました新しい石岡市はそんな若者たちが夢を持てる町として発展していけるよう一歩一歩着実に歩みを進めていくことをここにお誓い申し上げます本日ご臨席の皆様のご多幸を記念するとともに 石岡市の次の10年とその先の未来への発展をお約束して、私の指揮といたします。本日はありがとうございました。続きまして、石岡市議会を代表いたしまして、 塚谷茂一議長よりご挨拶を申し上げます。 ただいまご紹介をいただきました審議会議長の塚谷でございます本日は多くのご来賓の皆様そして石岡市の各種団体の皆様お集まりをいただきまして大変ありがとうございます審議会を代表いたしまして一言ご挨拶を申し上げたいと思います石岡市合併10周年を迎えるにあたり心よりお祝いを申し上げたいと思います 平成17年10月1日の石岡市八幡町の合併により新たな石岡市が誕生してから早くも10年が過ぎました合併から今日に至るまでの間全国初となる BRT バス高速輸送システムの導入石岡ミタマスマートインターチェンジや 朝日トンネルの開通八郷中学校の開校など交通環境や公共施設の整備が進められてきましたそのような中平成23年に発生した東日本大震災では投資も大きな被害を受けました市役所本庁舎も被災し仮設庁舎での行政サービスを 余儀なくされましたがその復旧・復興と合わせ各種事務・事業が進められ現在では JR 石岡駅の共同化や市役所新庁舎建設の取り組みさらには子育て支援や高齢者,高齢者の障害減役を目指した事業など 少子高齢化社会に対応すする政策が展開されております私ども市議会におきましても地方文献の進展による自治体の権限が拡大する中開かれた議会を目指し昨年に議会基本条例を制定し議会改革の取り組みを進めてきたところでございます今後も 議会をより身近に感じていただけるような施策の実現に取り組んでまいりたいと考えております現在少子高齢化人口減少が進む中国では地方創生の取り組みが評価されようとしております投資においても人口減少対策は最重要課題として 位置づけられております地方創生元年となる本年に石岡市として何をなすべきか市民と行政と議会が皆で意見を出し合い確かなまちづくりのため力を合わせていかなければならないと考えております合併から10年が経ちましたがそれぞれの 地域で培われてきた歴史、風土、先人の方々が育んでこられた貴重な地位と伝統、そして郷土愛は変わらずに次の世代にしっかりと引き継がれることを願うものであります。 安心して住める町20年後30年後に輝き続ける町を目指し議員一同大いに力を注いでまいる所存でございます結びに石岡市の一層の発展と市民の皆様方のご健勝、ご多幸を心よりご記念申し上げましてご挨拶といたします 平成27年10月4日、石岡市議会議長、塚谷茂一。